皆さん、こんにちは。チャンネルライダーヒロでございます。本日も仮面ライダーの新しいおもちゃを商品紹介、レビューしていきたいなと思います。本日からね、チャンネルライダーヒロでは SH フィギュアス仮面ライダーシリーズ強化月間ということで、ドラマ等で、なかなか時間が取れなくて、開けられないフィギュアスがだいぶ増えてきておりますので、それをね、一気にこれから紹介していきたいなと思っております。ぜひね、楽しんでいただけると幸いです。本日第1弾となりますのはこちらの紹介でございます。はい。SH フィギュアス仮面ライダーブレイズ。ライオン戦記でございます。仮面ライダーセイバーのね、一般販売の SH フィギュアス第2弾となるこの商品でございます。今このタイミングで、ブレイズの紹介をするというのもなかなか悪くないんじゃないかなと思っておりまして。一番くじね、SH フィギュアス、この前開催されましたよね。チャンネルライダーヒロでもレビューさせていただいております。そちらの方でね、クリアバージョンのセイバー。こちらがね、ラインナップされたことで、あ、ブレイズも買ってみようかなっていう方もね、いらっしゃったりしてくれていたので、商品紹介していきたいなと思っておりますので、見ていっていただけると幸いです。ということで、まず外箱の紹介でございます。正面ね、最近は SH フィギュアス、なんて言うんでしょう、プレミアムバンダイの商品が非常に増えてきてしまっているので、透明のブリスターに囲われている箱というのは、なかなか珍しく感じるんじゃないかなと思います。正面の方は、透明のブリスターに覆われたブレイズ、そして、ブレイズライオン戦記が映っておりますね。かっこいいです。聖剣は塗装されているはずなのですが、はい、それはまあ置いておいて、で、横は仮面ライダーブレイズライオン戦記、上も仮面ライダーブレイズライオン戦記、反対側も仮面ライダーブレイズライオン戦記と書いておりまして、後ろ側は、サンプルポージング、このように映っておりますね。そして、このブレイズにはセイバーにも使える、納刀してるバージョンの聖剣がついております。火炎剣劣化バージョン、そして水星剣流れバージョン、こちらね、2つともついているということで、もしね、一番くじでセイバーをゲットした方、納刀した状態で飾りたいなと思う方は、このブレイズを買うことで、それを再現することができますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、外箱の方を一覧確認させていただきましたので、早速開封していきたいと思います。はい、ということでね、まず取扱説明書が入っております。そして本体でございます。やっぱりね、ブレイズ本体非常に綺麗なんですが、まず付属品の方を見ていきたいと思います。まず開き手ついておりますね。そして、聖剣用のね、武器持ち手、そして、ブレイズがいつもよくやるね、このこんなポーズのポーズ付き手首、こちらもついております。ブレイズをね、ポージングする上ではこちらの手首非常に必要になってくるので、嬉しい特典ですね。上の方にはベルトにね、納刀してる用バージョンの水星剣流れ、そして火炎剣劣化がついております。こちらね、エンブレムの部分はクリアパーツで再現されているようです。そして聖剣を使うライダーといえばこちらの武器でございます。水星剣流れ、しっかりついておりますが、サンプルでは塗装された水星剣流れなのですが、実際ね、部品化された水星剣流れはまさかの塗装なしということで、ちょっとね、ネズミ色っぽくなってしまってはいるのですが、ついていないよりかはね、いいということで、まあまあ楽しんでいきたいなと思います。ということで、付属品の方はブリスター越しに確認させていただきましたので、実際にこちら開けて本体を見ていきたいなと思います。はい、ということでね、フィギュアスのブレイズ開封させていただきました。まずはね、すだちの状態で紹介していくのですが、やっぱりね、 SH フィギュアスのいいポイントはこの複眼が綺麗なポイントですね。こちらしっかりしております。今ね、全体映るように映していますが、劇中でもたまにチラッと見えるんですが、そちらが綺麗にクリアパーツで再現されております。見えますか？綺麗ですよね。はい、そしてね、ライオンのパーツだったり、水色の部分は、成形色、そして、一部はね、塗装でうまく再現されているようです。この太ももの部分のね、プリントもしっかり、表現されているのもいい点ですよね。やっぱり他の媒体だったらシールだったりすることが多いんでね。はい、青と白の、この塗装もしっかり表現できております。そしてね、つま先の部分の水色、こちらもメインのブルーとはまた違ったカラーリングでしっかり表現できております。ブレイズって結構ね、背中と、そして、このね、前だれと後ろ、
こちらね、柔らかい軟質パーツで、再現されておりますので、動きに全く、邪魔になりません。とても薄いパーツでできていますね。レーバーシリーズ共通ではありますが、手の甲のパーツは毎回取り替えて、手首を取り付けていかなければなりませんので、こちらなくさないように気をつけてください。ということでね、本体の方を紹介させていただきましたので、ブレイズのポージング参戦、紹介していこうかなと思います。今回紹介させていただくポージング参戦の一つ目は、水星剣流れを持って構えているブレイズ。こちらの方やっていきたいと思います。付属品のね、水星剣流れを持って、ポージング、やっていきたいと思います。はい、ということで一つ目のポージング完成いたしました。水星剣流れを構えているブレイズ、こちらのポージング再現させていただきました。今回のこのポージングのコツに関しては、手首の角度、こちらの方をね、重点的に紹介していきたいと思います。どういうことかと言いますと、この水星剣流れを持っている方の手首のこのボールジョイントをしっかり曲げてあげることが、剣をかっこよく持たせることができるコツなんじゃないかなと思いますので、まずね、この手首の部分のボールジョイントの可動をうまく使ってあげることを忘れないであげてください。またね、このブレイズのポージングなのですが、立たせるときは、どちらかというと兜のようなこういうね、スラッとした立ち方、こちらの立ち方にした方がね、凛太郎らしさが出てとてもいいんじゃないかなと思います。ですのでね、もちろん、好きな立たせ方もいいと思うのですが、劇中っぽく立たせたい場合はというふうにスタイリッシュな立ち方で、剣をかっこよく構えるのを忘れないようにしてみてください。ということで、2つ目のポージングいきたいと思います。2つ目のポージングは、水星剣の流れで相手をね、切っている時のブレイズ、こちらの方再現していきたいと思います。手首の方に、ね、変更はなく、このままポージングを変えていきたいと思います。はい、ということで、2つ目のポージング、水星剣流れで切っている時のブレイズ、こちらの方を再現させていただきました。こちらのポージングのね、コツに関しては、下半身ですね、今絶妙なね、バランスで立っておりますが、このように立っております。足をね、ガッと開けて切っている時もあるのですが、こちらの方をね、ここに流れる感じに、切る時っていうのは、構えながら切ってるっていうのがブレイズのイメージなので、このように片足だけつま先立ちを出せてあげて、反対の足はまっすぐ立たせてあげるっていうのをしてみると、このようにかっこよく飾れると思います。ちなみにね、いや、しっかりバランス取ることできますが、長時間このような、ポージングで飾ったりする場合はやっぱりこける危険性もありますので、フィギュアーツを購入した店舗では、おそらく同じく取り扱っていると思います。こちらの魂ステージも使ってあげてください。そうするとね、フィギュアーツがこけたりする危険性を、大きくね、回避することができますので、ぜひ参考にしてみてください。そしてね、上半身の方はしっかり腕を広げてるの、上から見ると分かりますか、両方広げてますよね、かっこよく。こちらの方を意識していただけると、かっこよくブレイズらしい流れるようなポージングをすることができると思います。その時、手首の角度、こちらもしっかり忘れないようにしてあげてください。しっかり、広げてあげることをね、意識するっていうのが大事だと思います。ということで、2つ目のポージングもね、やらせていただきましたので、最後のポージング3つ目いきたいと思います。3つ目のポージングは、水星剣流れで月、相手にね、突き出しているような、ポージングをしているこのブレイズのポージングやっていきたいと思います。はい、ということで完成しました。3つ目のポージング、ついてる時のね、ポージングの、ブレイズ、こちらの方を再現させていただきました。この角度だと、皆さんも見たことがあるんじゃないかなと思うのですが、ブレイズね、こういう風なウィザードでいうシャン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 って回してシャッっていう刺すような、このような、技を使ったりもしますので、
そこの部分を再現させていただきました。この3つ目のねポージングのコツというのは、全体的にねこの1つ目2つ目3つ目全てに共通すること、手首の角度をしっかり伸ばしてあげるということですよね。手首をしっかり曲げてあげる、反対側もしっかり曲げているの分かりますね、ちょっと曲がってるの、こちらを意識して、リンタロウらしいしっかり伸ばしてる感じを表現してあげるといいんじゃないかなと思います。という風にね角度つけるとかっこよく見えますもんね。下半身は大きく、開いてあげるっていう部分も必要ですよね。で相手をしっかり見る、それがね、こちらのポージングをかっこよくつけるためのコツかなと思います。ということで、仮面ライダーブレイズポージング参戦の方も、ざっとやらせていただきました。皆さんの参考になっていれば幸いです。ということで、本日の動画は以上とさせていただきます。本日の動画よろしければチャンネル登録、サムズアップの方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャオ。